はい、こんにちは。投資家で医学修士のタクです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日ね、ゴールデンウィークっていうことで、ちょっとね、速報、まあ、速報ではないけど、今日朝ね、すごくね、ニュースが、たくさん飛び交ってました。北朝鮮がね、なんかミサイル発射したとか言って、またね、問題になってました。で、僕がまあツイッターでね、その北朝鮮がね、なんか撃ったっていうことで、ニュースになってたから、それをねツイートしてね、たくさんね拡散しました。まあ北朝鮮がねミサイル撃つのって、これね4月とか5月とかこの春が多いんですよ。で、なんで春が多いかというとね、このね季節が一番ね暇なんでしょう。暇っていうのは北朝鮮って結局ね国内産業ってほとんどないじゃないですか。国内産業がほとんどないから、何にね主力があるかというと、これ農作物とか農業なんですよ。農業と、あとね、外に出し、ね、人を出してね、外貨を稼ぐ。もう2つしかないわけで、外にね、他の、自分たちのね、国の人をね、外に出してね、まあ家族を国内に取っておいてね、君たち外で働いてこいと。で、外逃げたらね、家族も殺されちゃうっていうね、まあ、徴兵みたいな感じでね、外で働かせることができるわけで、だから、みんなね、頑張ってね、外の国に出てね、働くんですよ。で、その稼いだ分はね、まあ、国がね、全部ね、取っちゃってね、取っちゃうっていうのは、稼いだ、労働者のね、稼いだものを全部国が取っちゃってね、一部しかまあ給料が払われないということで、ね、まあ、少ない給料しか払われないっていうね、それでまあ国が儲かるっていうからくりなんだけど、それ労働者って結局外に出すって言っても、その一番ね儲かるのっていつかっていうと、やっぱりこうなんか行事があったりとか、セレブレート祝いの時とかね、まあそういう時が一番儲かるなんですよ。だからつまりね、冬とかね、クリスマスとかね、まあもちろんその冬のイベントとかね、あと、まあその他、正月とかね、その付近がまあ結構重要で、で、つまりその僕が何が言いたいかというとね、その北朝鮮ミサイル撃つタイミングっていうのはね、その手がね、暇になった時なんですよ。これが一番北朝鮮がミサイル撃つね、一番いいタイミングなんですよ。農作物育てるのも大変でね、外貨稼ぐために外に労働者出してね、そういう状況でなかなかね、ミサイル撃つってこれ難しいわけなんですよ。で、まあこれ徴兵みたいなもんでね、軍事は徴兵みたいなもんだから、その農作物とかね、外貨稼いでね、で、戻ってきたら今度は徴兵みたいな感じで使うことも可能で、で、まあいろいろね、準備させたいとかできるわけなんですよ。だから、基本的にみんなが暇なそういうタイミングを一番ね、北朝鮮は好んでるんじゃないかなと。あとまあね、この5月っていうのはまあ新元号になる、まあそのタイミングでまあやっぱりね、北朝鮮は絶対撃ちたいなっていうのはまあ僕は思ってたんですよ。で、僕5月の1日かなと思って、絶対5月1日撃ってくるよとか思ってたんだけど、撃ってこなくて、期待外れだったんですよ。僕売りをずっと入れてて、ここから投資の話になるんだけど、売りをずっと入れてね、まあ5月になってね、アメリカの株がね暴落してね、まあうまかった、それはうまかったんだけど、だけどもっとね、北朝鮮とかもミサイル撃ってくるかなと思って、もっと来るかなと思ってたんですよ、1日2日あたりは。だけどそれがねちょっと外れちゃって、まあ、株は暴落したのは暴落したで正しかったけど、僕が5月1日とか2日とかこの辺に暴落するのはね、北朝鮮のミサイルだと 100% 思ってたんで、まあ、そこはちょっと外れたんですよ。で、これね、動画で言ってる人多分いなくて、やっぱり北朝鮮その祝賀ムードの時とかね、ミサイル撃ちたがるんで、相手国が祝賀ムードの時はミサイル撃ちたがるんで、あと暇な時とね、だからやっぱりこの4月、5月、この辺り撃ってくるだろうと思ってて、まあ、売りを入れてたんだけど、で、打ったのが今日かな、朝で、なんで、ちょっとだけね、僕の予想したタイミングとずれたんで、僕ね、売りポジションこの前まで持ってて、一部ね、損切りしたんですよ。
もちろんそのね、暴落したところで持ってたのは利確したんだけど、その後ね、もうちょっと下げるかなと思ってたんだけど、で、売りましたんだけど、その分がね、ちょっとだけね、損切りしてね、その分ちょっとだけ損切り しました。だから、北朝鮮今日打つんかよって思ってね、もっと昨日ぐらいに打ってくれよってね、いうね、思いましたね。だけど、まあ、結局打った、ロケットね、まあ、その、打ったのにはまあ間違いないから、まあ、微妙に、なんだろう、僕の予想が、まあ、100% 外れではなかったけど、なんだろうな、まあ、当たりでもないみたいなね、ちょっとね、微妙なとこでしたね。で、まあ、その、まあ、結局ね、なんかね、韓国はね、なんかね、その韓国に対するなんか挑発でね、撃ってるとかね、言ってるなんか、人たちもいるんだけど、これ絶対違うんですよ。新元号になるから、それを挑発して北朝鮮がね、ミサイル撃ってくるんですよ。まあ、それは予想できるじゃないですか、普通に。だから僕、売り入れてたんだけど、遅いわ、撃ってくるのが、さすがに。本当にね、僕、マジでこれで売り入れてたんですよ。5月1日、絶対来ると思って。5月1日、2日ぐらいに、絶対来て、みんな慌ててね、パニックになると思ってたんだけど、ちょっとずれちゃって、で、まあ、外れた結果になりました。で、まあ、休み明けどうなるかわかんないんですよ。ここからね、またね、アメリカがね、ブチ切れてね、なんか言い出してね、あ、ここからなんか、アメリカとかブチ切れてなんか言い出したらね、また株とかね、為替とか暴落する可能性もあるんでね、ちょっと損切りするの早かったかなって思っちゃいましたね。ちょっとっていうかね、もうちょっと様子見で待ったらよかったなとか思いながらね、なんだろう、その、気持ち的に、やっぱりゴールデンウィークなんで、あんまりポジション持ってたら、こうハラハラドキドキするじゃないですか。だからもうね、あんまりポジション持たずに、ちょっとストレスをね、ストレスっていうか、その、なんだろう、こう、余裕も出してね、ゆっくり休みたいんで、そういう意味で、まあ、持たない方がいいかなと思って、外したんですよ。それがちょっとミスだったかなと思います。はい。で、まあ、そういうことでね、僕は今日、北朝鮮のね、まあ、ミサイル撃つ理由についてね、話したんですけど、なので、この4月、5月、春あたりがね、まあ、多いと思います。で、まあ、6月とか7月とか後ろにずれてくるとね、今度は育てたね、農作物をね、収穫したりとかね、取ったりとかになってくるんで、まあ、その、なんだろう、おそらく農作物とかがね、この育っていってね、収穫時期になったりとか、あとね、今度はもうちょっと過ぎた稲を植えたりとかね、なってきて、もうね、秋頃になるとね、秋から冬にかけて何も動かない、まあ、ところはね、想像できますので、まあ、もう一回ぐらいミサイル撃ってくるか撃ってこないかちょっとわかんないけどね、その祝賀ムードをね、狙った北朝鮮のね、まあ、先制攻撃だったっていうことでしょう。ということで、まあ、今日はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。最後にチャンネル登録といいねよろしくお願いします。ありがとうございました。